ランチェスクです。さあ今回はいただいたコメントのお返事動画になっております。私がですねこのチャンネルで結構こうピアスを開ける動画いっぱい作ってるんですよ。でその時高確率でニードル使ってるんですけど、そのニードルを使って皮膚を刺す前に軟膏を塗ってるんですよ、ニードルに。その軟膏についてのコメントでなんかおすすめのありますかみたいなのをいただいておりましたので、今回は私が使ってる軟膏を紹介するのと、あとその軟膏をなんで選んだのかっていう理由もね詳しくお話ししていこうと思います。一言に軟膏って言ってもね、いろんな種類があって効能もそれぞれ違うので、どれ選んでいいのか分かんないなって悩んでる方はぜひ参考にしていただけると嬉しいです。では行きましょう。はい、それでは早速おすすめの軟膏は何を使ってるのかからお話ししていきます。ズバリ私が使ってるのはこちらです。じゃん、オロナイン軟膏、みんなが知ってる有名なやつでございます。お家にね結構これある確率高いんじゃないでしょうか。私は一応これピアス用として買って、ピアス以外にはよく使ってないんですけど、普通に怪我した時とかも使えるし、1本あったら便利かなっていうやつでございます。一応今私が手元に持ってるピアス関連で買った軟膏3種類あるんですけど、その中で一番ニードルにつけるには適してるなと思ってます。じゃあなんでこれを選んでずっとこれを使ってるのかという理由のお話なんですけど、ズバリ滑りがいいからです。もうそれに尽きる。一番それがいいなと思ったポイントです。なんかね今私ピアス関連で軟膏を3つ持ってて使い分けてるんですけど、まあ一応その成分とかもそれぞれが違ってるので、まあ、その成分を見比べてもオロナイン軟膏が一番適してるなと私は今思ってます。じゃあどう違うのかっていうのを説明していくと、オロナイン軟膏これね主成分が殺菌をしてくれる成分が一番多く入ってるみたいです。でこれ一応ね皮膚疾患外傷治療薬、まあ傷薬としてね使ってる方も多いと思うので、まあ、そういった意味でもピアスのホールを開ける傷をつけるって時に、まあ、ついても傷口についたっても安心だし殺菌もしてくれるし、何より滑りがいいっていうのがね一番大きいなと思っているポイントです。まあこれ殺菌してくれると思ってください。で次よく使う軟膏の一つでドルマイシン軟膏っていうのがあります。これが2種類の抗生物質が入っている軟膏になっております。このオロナイン軟膏はバクテリアとかあとカビとか、まあ、そういう菌を抑えてくれる、繁殖を抑えて増えるのを抑えてくれるっていう、まあ、抗菌作用があるというお薬です。でこのドルマイシンに入ってる抗生物質っていうのはさっきのオロナインと一緒でバクテリアとかカビとか菌を抑えてくれる、なおかつそれを破壊してくれる。だからオロナインよりもこっちの方が効果としてはちょっと強めだと思います。こっちの方が抑えるプラスそれを壊してなくなしてくれるに近いお薬だと思ってます。でその次最後これベトネベート N 軟膏、これはですねステロイドが入ってます。ステロイドっていうとねこの前詳しく動画でもしたんですけど、まあ、ちょっと抗菌薬抗生物質よりも強い、こっちが一番強いお薬になってます。ステロイドが入ってるということで結構ね炎症を抑えるとかはね強いお薬なんですけど、むやみにねずっと使い続けるようなお薬ではないと思ってるので、まあ、例えば何もトラブルがない皮膚にニードルを刺すだけの潤滑薬に使いたいっていうので使うお薬ではないと思います。だからそれを強いならどっちかというとこの2つ、このオロナインかドルマイシンか、このどっちかを潤滑薬としてね使うんだったら適してるなと思って、で最初はね滑りがいいからオロナイン使ってたんですけど、よく似てるっちゃよく似てるし、こっちの方がね菌とかついてたらそれをね破壊してくれるんだったらいいんだねって一時期思って一応使ってはみたんですよ。ドルマイシンはちょっと滑りが悪いんですよ。ちょっとベタベタしてる。オロナインよりもちょっとベタつきがある粘度が高いお薬なので、滑りが悪い上になんかこうねちょってする。だから潤滑薬として使うならもうちょっとサラサラ感のあるオロナインの方がいいなということで使い比べた結果、私はオロナインの方がいいなと思ってそれからずっとこっちを使ってます。だから軟膏って言ってもね今手元に私3つしかないんですけど、まあ、その肉がとかピアスのケアとかそういうのを含めていろいろ使い分けていく中でこの3つがあれば便利だなと。でその中でもオロナインは一番ニードルの潤滑薬として使うのに活躍してくれるので、まあ、重宝しているお薬になってます。ちなみにですね、これ3つとも全部第2類医薬品ということなので、薬剤師さんがいる薬局で普通に売ってます。ネットで買わなくても、病院行かなくても、まあ、値段はね、ピンキリかもしれないんですけど、普通にその辺のドラッグストアで売っているので、まあ、その辺で買ってます。はい、ということで今回は私がいつもニードルピアスを開けるときに使っている軟膏についてお話ししてみました。なんか軟膏って言ってもね、使い分ける用途がそれぞれあるので、その時のね、症状とかに合わせて使い分けるってすごくすごく大事だなと私は思っているので、手元にある軟膏をね、もう何でもいいから使っちゃえってね、何でもかんでも使うよりは、いろいろ調べたりしてね、その症状に合ったものを使った方が悩みが早くなったりするんじゃないかなと思うので、まあ、その時の状況に合わせて使ってみます。
ということでコメントリクエストありがとうございます。他にもね、動画のコメント欄とかに質問とかリクエストとかいっぱいありがとうございます。 SNS にもねコメントとかメッセージとかくださってて本当にありがとうございます。全部にねお返事がまだ追いついてないんですけど、全部に目を通して反応していくつもりでいますので待っていてください。でこれ動画にしたいなとかお答えしたいなと思うものがあったらこんな風にね動画にもしていきますので、何か気になることとかあったらぜひぜひメッセージコメント等で教えてください。よろしくお願いします。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。